はいどうも皆さんこんにちは、リュウパラです。本日はですね、ついにやってきました夜明けの海紹介のデューク、これをねリングガチャで出まして引いていきたいと思います。前回の、バルドルが出たタイミングで引いた時にアシュリナがね出たんですよ。でアシュリナが出た時のガチャは確かね何も出なくて、で今回のデューク、まあこれね、ぜひとも当てたいんですけど、まあバルトルまだ持ってないんで、まあ最悪バルトルが出てきてくれてもいいかなと思っております。で、今リンクの持ってるのが2500個ですね。なんで、ちょうど500回回せる計算となっております。今回リングガチャに、デュークっていうのが出てるんですけど、デュークがピックアップされているわけではなくて、デュークも出ますよっていう感じになってるんですね。なので確率は全部 S レア、全ダブル S レアは確率が一緒らしいんですよ。で、まあ、デュークのその後に出てくるキャラクターが出てもみんな同じ確率で出ますよっていうことで、まあ今回、ダメだったっていう方も次回以降でも出る可能性はあるよっていうことになります。はい。というわけで引いていきましょう。お、キャメローが出ましたね。これでキャメローは何凸ぐらい ?3 凸ぐらいしたかな。まあ、確率が全部一緒とは言ってますけど、今までね、リングガチャ回してる感じだと、絶対確率一緒じゃねえだろって思っちゃうんですよね。お、今度は稲見か。これも前ゲットしましたね。まあ、それこそアシュリナも1枚しか持ってないですしね。絶対確率一緒じゃないなって思いながら。お!やった!アシュリナ出たじゃん。なんか、自分嘘ついてるみたいですけど。やった!普通に嬉しいわ。琴のキャラクターはあんまり持ってないんでね。よかったです。まあ、本題はデュークなんでね。ぜひともゲットしたいところですが、どうでしょうか。はいはいはい。まあ、テンポがいいですね。やっぱりスキップすると。まあ、500回回すのにね、さすがに、一個一個見てたらキリがないですからね。やった!来た来た来た!やべ、めっちゃ早いじゃん。やったね。仲間を守るためには、時に切り捨てることも必要だ。覚えておくんだな。いや、いいこと言いますね、本当に。かっこいいわ。やった。普通に嬉しい。あ、なんか、やりましたね。やりました、やりました。やべ、相当早いな。400個か。400枚使って、出ましたよ。やりましたね。そうだね。切りのいいところで、あと20回引いていきましょうか。そこで、まあ、なんだっけな。大会か。大会のキャラクター、もちろん欲しいんですけど、どっちかというとバルトルとかの迷宮山脈が欲しいなーって思ってたんですよね。だから、まあバルトル来てほしいけどな。これでバルトル来たらもう神引きすぎるでしょ。アシュリナは出たし。まあ出ないか。うん。まあ。また次回ね、新しい、リングのキャラクターが出た時に使いたいなと思っております。ちょっと能力を見ていきましょう。はい、夜明けの海紹介大船長デュークですね。航路は俺が切り開いてやる。で、スキルはサンバナ必要なんですけど、これスキルのところにですね、確か
自分以外の味方がセカンドチェーンを達成した時に次に出すデュークの必殺技は必要なマナが2つ減ると1マナで出せるというわけなんですね。だから、弓構成とかでいったら比較的簡単に出せるのかなというとこですね。まあ、他特徴的なとこで言うとこれかな。攻撃を6回やってると攻撃力と移動速度が一定時間上がり、攻撃をするために効果時間が延長されると。はい。で、パーティーアビリティは、大会所属の攻撃力と防御力。まあ、結束がついているのは非常にありがたいですね。まあ、そんな感じですね。まあ、これ、深淵の渦で使っていけるかなと思うんで、はい。ぜひとも使っていきたいと思っております。はい、というわけで、大会シリーズが始まってから3周年というわけで、記念にいろんな、イベントが出されてるそうで、まあ、できればね、期間中に動画を出せればなと思っておりますので、ぜひとも楽しみにしていただければなと思っております。というわけで今日の動画はこれで終わりたいと思います。この動画を見て面白いと思った方はぜひチャンネル登録などよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。